様がおそらく僕のご感動されております。あらららら、何故。そうなのじゃ、これより侍忍者ショーが始まる前にまずはな、皆と共に楽しむお時間を設けてまいりたいと思います。それがこの忍者体操にございます。はいはい、忍者体操とはこの音、この音に合わせて体を動かしながら忍術が学ぶことができるといった画期的なものにございます。ゆえにこの度腰掛けに座っておられる小さき若様姫様、ぜひその場にお立ちくださりませ。さあさあさあ、立ってな、共に踊ってまいろうではないか。えぞ、恥ずかしがらずに皆の、もう皆さんは怖くないじゃから。ちなみにですが、この忍者体操、共に頑張ってくれた若様姫様にはなんと、なんと侍忍者ショーの後、我らに声をかけて忍者体操を頑張りましたと言っていただければ我らからご褒美がございます。おめかしい、ぜひぜひな、頑張って忍者体操をやってまいろう。うわ、さあ、せっかくなスポーツの秋にございます。立っておる大きなお友達、座っておる大きなお友達も手だけでもぜひ動かしてみてくださりませ。それでは元気よくやってまいろう。改めて音楽お願いいたします。さあ、では両手を前に出して手を2本指作ります。できましたら指同士ちょっとくっつけまして、右手の刀が下、右手が左手の鞘が上、左手上、できたら刀を鞘にスコッと下から収めてくださいませ。できたら胸の前にシュルルルルと持ってきます。これが忍者の統一にございます。我ら忍びは任務の前、戦の前に心を落ち着かせるときにやっておりました。ぜひとも覚えておいてくださいませ。まずは膝の曲げ伸ばし、はい、曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、小さくなって大きくなる、大きくなる、はい、はい、さあ、ですが小さくなって、はい、大きくなる、うわー、回転を構えたぞー、いきます、シュ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 、マイクを一度、はい、シュ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 、刀を構えていくぞー、えいやー、今の構えたからみんなで天高く万歳を終わります。せーの、万歳だー、神を走るよー。さあさあさあ、この忍者体操、実はな、我らの SNS、YouTube っていうやつで、もういつでも、どこでも、もう見れまする上に、ぜひな、屋敷に帰った後も、そのな、YouTube で服部半蔵忍者体操検索して、ぜひこの忍者体操を踊ってくださりませの。そして今、頑張ってくれた小さき姫様、若様、踊ってくれた者たちには、この侍忍者ショーが終わった後にわしらにな、会いに来てくださりませ。その時に忍者体操頑張ったよっていうふうに伝えていただければ、わしらから褒美もございます。ぜひな、会いに来てくださりませな。さあさあさあ、我らの演舞まもなく始まりまするが、あのな、先ほどやった当院ござるじゃ、これを忘れぬようにしといてくれ。また後でしかと説明いたすでな。さあ、今から始まる我らの演舞、これはな、我らが主君徳川家康様、人生最大の危機と言われた神君伊賀越えの様子を今からご覧いただく。時は1582年、本能寺の変の際、謀反を起こした明智光秀殿が織田信長様を討った後、次に狙われるのは我らが主君徳川家康様でござった。徳川家康の命は頂戴する。そうはさせん、主君徳川家康様の命は我らがお守りいたす。
次から次へとってくる。家康様には何としてもこの伊賀を越えていただかねば。家康様はいつもなさねばならぬことがあるとおっしゃっておられた。それは天下太平の世を作ること。我らの使命はそのためにも家康様を無事に岡崎城へ同棲することじゃ。総勢約300名綱吉忍びの者たちともに民の幸せのため、天下太平の世を作るため、この命にかけて家康様を守り抜く。さあ皆様、今がその時じゃ。わしらに力を貸してはくれぬか。先ほど行っとった党員みんな覚えておるか。これを今一度出し忍と心の中で唱えてほしい。今一度みんなに伝授いたす。まずは両手でや。両手出して、さあ二本指じゃな。さよう、現世でいうとこのチョキな。これを閉じる。で、右手が下、左手が上でござる。これは右手が刀、左手が鞘を表してる。刀を鞘に収め、そのまま胸の前に持ってくる。さて準備ができたかの。ではわしがせーのと申したら心の中で忍と唱えてほしい。では参るぞ。せーの、うっ。なら次はこちらじゃ。行くぞ。せーの、うっ。素晴らしい。行くぞ。せーの、うん。では最後に強く強く念じるのじゃ。参るぞ。せーの、ありがとうござる。皆の気持ち伝わった。クイッ、参られよ。無事に岡崎城へとご帰還じゃ。忍びの者たちよ、ありがとうござった。我らは家康様に仕えし忍び。この功績により我らはかつて鳴海が衆として取り立てられ、半蔵様はその棟梁になれた。天下太平の世を実現された家康の願い、そしてそれを支えた忍びたちの思いを受け取り、この現世に蘇っては服部半蔵忍者隊として愛知忍者を存分に盛り上げてまいろう。我ら服部半蔵忍者隊、ここに生産。さあ皆衆、改めてこんにちはじゃ。こんにちはじゃ。今日も来てくれた。では早速のみんなに聞きたい。我ら服部半蔵忍者隊、初めて見ましたよ。自分の手挙げて、はい。初めまして。縁起丸じゃよろしゅうな。お初にお目にかかる。ということで、まあ、我らの簡単な説明をみんなにしていきたいと思う。はっ。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は、愛知の魅力、そして忍びの文化を広もと世界に発信するべく日々活動しておる忍び。はっ。日頃はですな、ここ名古屋城にて平日はおもてなし、そして同日祝日、このように侍忍者賞をしてこの県政を盛り上げているわけじゃ。そうですな。あ、まあ我らはこの名古屋、拠点名古屋城って言ったけども、今半蔵様と全殿は刈谷ハイウェイオアシスとか、この間三平と凛はタイハイ王国へ行ってまいりました。さようとかの本屋の広本飛び出してもう世界でわしらは活躍しておる。そんな我ら毎日、もうほぼ毎日更新しておるある現世のものがござるんじゃ。それ何じゃったかな。皆様、SNS って聞いたことございますか？わかるか？ぜひですな、我ら服部半蔵忍者隊のことがチートでも気になった方、からくりで服部半蔵忍者隊と検索をかけていただきますると、はい、我らの出陣情報が出ておる電子版、ホームページというものをはじめ、なんと、青木鳥のつぶやき、ツイッターや、インスタグラムや、YouTube などなど、様々な電子版を通じて皆様に、
出陣情報ののろしでござったり、こういった任務を行ってまいったといったら、発信を行っております。ぜひともカラクリで服部半蔵忍者隊と検索し、援軍フォローお願いいたしま す。そしてなんともう一つ先の推しが、侍忍者フェスティバル2019解散。ほとんどブチブチで聞こえなかった。侍忍者フェスティバルっていうのかな、あの出そうとしたらそこにわして置いてなかった。あら、どうかちょっと使い取ってか。ありがとうございます。なんか出てまいてた。わしがの、はい、準備するの忘れとった。こちらでございます。こちらありがとうさんじゃ。でな、これなんじゃろうなっていうと、これはあの全国各地から武将様、そしてわしら忍び姫様方、そして甲冑隊の方々が一堂に会し、あの皆でこの日の本を盛り上げようっちゅう祭りでござってな。さよ、あの場所は大高緑地、緑区の大高緑地という公園がござるんだけど、そちらで行われる。で、日時がな、11月の20日の、日曜日じゃ。こちらな、ぜひ、本にさまざまな催し事がござって、もちろんわしらの今やってるような演舞じゃったり、あとは火縄銃の実演、これすごい迫力だから、実際にな、その火薬の爆発の音っていうのは本にすごい、そしたらもう三平がもう頑張ってくれとるでな、あのバーンチの音をぜひ体験してほしいしの、もちろんそのわしら忍びの忍者体験、手裏剣を実際撃てたり、ほいで、あとはさ、あの一番最初にやった忍者体操も実は行われる。はっ、ゆりな、ぜひこの大高緑地にみんな集まり、共にこの、催し楽しんで大いに盛り上げたい行きたいと手を折る次第でござる。以上、ありがとうございました。以上、ぜひ遊びに来てくださいませ。入場無料にございますよ。お願いします。準備不足で本日つまんなかったって。よし、ここに置いとくでな。よし、ありがとうございます。では我らの演舞、これにてしまいと愛なる。白虎、とくとご覧あれ。正しき心、忍びたる者忘れぬ。心に酔いば辛くとも、共に生きる民のため、笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに推薦。楽しんでこそ幸せじゃ、陽気者の三平。